田とか坪井、山田、坪井という今日の試合本当にすごく良かったと思います。あと鈴木啓太の代表でもいろいろ見てるんですけど、お話の途中で大変失礼なんですが、これはロッカールーム入りましたね。入りました。史上初、これは祝杯の、これはいよいよシーンということになります。はい、皆さん手にシャンパン持ってらっしゃいますけども、これから乾杯でしょうか。社長ですね。本当に全員参加の印象だったシャンパン。ジーの監督はプレー時代何度も浴びたというビールもいただいたんですが、乾杯。勝利の特別とともに、始まりましたね。やはりこれはシャンパンだけ。ね、また普段ピッチでは見られないまた別の目指してやってきている選手たちなので、それはサッカー選手にとって非常に大事なことだと思います。今の状態で満足していけば言ったらいけないんです。いつも目標は先にやるということで、本当にこの選手たちが日本のサッカーの記録を作っているので、本当に歴史的に残る選手たちだと思います。そして天皇杯、山崎ナビスコカップを合わせて9冠ということになりました。あと一つでなんとタイトルが10ということになりました。そうですね、まだ足りないタイトルは国際タイトルですね。まだ鹿島が取ってない、アジアカップとか、それがまだ優勝してないので、それがまだ足りないタイトルだと思います。でもこのメンバーが揃っていれば絶対それを取る力はありますよ、来年でも。そして今日ここ国立競技場でこの決勝戦を戦った鹿島アントラーズと浦和レッズなんですが、かつてこの両チームを所属していた